皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。高橋君初めてじゃないですか。毎日17時更新のアップバンクのコーナーに出るのは初めてだ。よろしくお願いします。はい、毎日17時更新アップバンクのコーナーでございます。アップバンクのサイトの記事と連動して、マックス村井チャンネルでも動画を公開しているのですが、毎日とびきりの珠玉のアプリをですね紹介してまして、もうルールにしてくださいよ皆さんの中で。週末も更新してますから、毎日17時にはアップバンクにお越しくださいませ。ぜひとも記事も合わせてご覧ください。あと記事の方のコメント欄でコメントを書いてくれた方、1日1名様なのプレゼントを送っておりますので、すごいよ。そんなシステムがかなり確率高いよ今。この動画のコメント欄ではございません。概要欄にリンクが入っているこのアプリの記事のコメント欄ですよ。どうぞご覧ください。じゃあ今日のアプリ行きましょうか。今日のアプリはすごいよ、はい、今日のアプリはペースシンクというアプリです。フェイスシンク、ペースシンク、ペース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 シンク。オッケー。はい。何のアプリで？あのですね、顔の写真から心拍数を測定してくれるっていうアプリです。無理でしょ。高橋君、意味わかんないだろ？意味わかんない。私実はポールにこれがいいって最初言われた時に、いや嘘つけやっつって、はい、うん、なわけあるかって言って、うん、実は試したんですよ。はい。バイヤーにお願いして心拍数実際に測ったりとかしながら、で私は自分の結果だけじゃ信じられないからお前もやれよみたいな感じで何人かやったんですよ、うん、これ結構すごいですよ。ポール行こうね、精度がすごい。行こう行こう、やろう。はい、やってみましょう。どういう仕組み、すごいだろ、わかんないだろ。ポール行けよ早く。これね、もうすでに画面が出ているのでちょっとこのまま進めますね。うん、こうアプリを立ち上げて進むから、はい、あれ地球人じゃねえじゃん。地球人。はい、円の中に顔を入れてください。はい、測定スタート。測定します。これ意味わかんないだろ高橋君。そうだ、これ実はカメラで撮ってるとか言ってレンズのとこ、あ無理か。違うんだよ、レンズで指当ててその指のドクドクドクでとかじゃないんだよ。今86、これ本当に86とか思うじゃん、うん、高橋君やってみや。もう一度測定するで、ちょっと高橋君撮ってくださいよ。はい、行きましょう。これで何ちゅうかしてん。顔作んなくていいっす。やめろ、落ち着け高橋君。動いちゃダメだ、測定できねえだろ。じゃあ普通で。はい、なんでアプリと戦ってんだよ。うまくいかないっすね。あ、来た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 。あ、測定でき取れる状態になったらボタン出んの。そうですね、円の中に顔入れてくる。もうちょっと近づかないとダメなんじゃない。お、で、あんま動いたらあかんだよこれ。いきますよ。はい、スタート。あ、はいはいはい、これ測定してんの今。しとんねん。すげえじゃん。おー、来てる。測定完了。おーい、あ、来い来いよ、カモンカモンカモン、来いよ。え、近い近い近い。どういうことなのこれ。どっかドクドクしてる部分あるんですか、それか画像処理でなんか顔の濃淡とかを変えて。あ、低い。あ、ムーブでした。もうね、ここね、私の精神は平穏だ。村井さん、スーパー落ち着いてますね。毎回こんな前で私の心拍数。実験だっつってやった時も。ただの起きたてなんじゃないですか。いやいやいや、本当本当。昼間とか午後とかでも本当に。さっき起きました。すっげえシーンって私の心はね、もう穴水湾のように、私の実家である穴水湾のように。波がないんだよ、内湾だよ。さあこれ、はい、なんでこんなことができるのか。これ実際ですね、私バイヤーにここで測ってもらって、うん、ストップウォッチとかで秒数数えてとかで、うん、何人も実は試したんですよ、うん、嘘だって思うから。で、合ってる。合ってんすよ。ええー、何これ。で、なんで合ってるのかっていう仕組みを、まあ1分間のリラックスモードみたいなものもあるんですけど、それは概要欄に記事のリンク入れておきますから、うん、そちらでどんなモードかっていうのを確認ください。 それもすごいです。なんで、ちょっと仕組みをポール。仕組み知りたい。え、もう合ってんの？いや、書いてあるんだよ。書いてあるんですか？書いてあるんですよ。え、教えてくれんねん。そう。あのね、ペースシンクとはっていうページがあって、で、そう、ここ。行きました。行きました。旭化成。旭化成。で、旭化成で開発された非接触の脈波検出技術を用いることで、肉眼では見えない人間の顔色変化を検知、それをもとに脈拍の推定値を算出しています。すっげえ。
そうで推定値が実際に測ったのとほぼ一緒なんですよ。そう、精度高い、めっちゃ高い、すごいね。ちなみにバイヤーを測った時は心拍数が110から120ぐらいで、なんで割と高い、結構バイヤーでトク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 ドキドキしてた。バイヤー緊張しなくていいんだぞ、緊張しなくていいんだぞって言って、いやいやいや室井さんって言って、いやバイヤー落ち着けってすごかった、いやこれ旭化成の技術やね、すごい、あの旭化成、そう、イヒですよね。イヒって言っても伝わるかわからない。その CM もう終わったんじゃない、うん、イヒって言ってたし、だいぶ古い、あ、もう終わっちゃったんだ、うん、そう、でも人間の顔色変化ってわからないで、わかんないっすよね。高橋君今ちょっとさ、ははってやってさ、心拍数上げてみましょう。僕はあのランニングの前にやること本当に、本当に肩関節を柔らかくする、なんでそのガニマス準備しとけ、セッティングしとけ、セッティングしとけ、今多分ね心拍数ちょっと上がってるよ、超熱い、はい、行きましょう、行きましょう、行け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 、はい、測定スタート、よし来い、え、これ上がんのかな、いや上がるだろう、どんどん来い、実際上がってんのかな、今すごい心臓バクバクしてます、もっと近づけ、もっと近づけ、もっと近づけ、来た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 、すごいバクバクしてます今、これ160ぐらいある、円の中に顔入ってないぞ、あ、測定中をずらし、うん、この測定中が出ないと測定できないんだよ、一回戻ろう。一回戻りましょう。うん、そのね、多分ポールじゃないとダメだ。本人が持たないとダメだ。本人が。本人。うん。あの揺れてるから良くないんだよ。高橋君いいか。チャージ。早くしろ、早く。行くぞ。測定スタート。Go。え、これでもさっきと全然変わんないように見える。変わんのかな。あんま変わってない。どう。実際のところどう、まあ、やや上がってる感じはある。なるほど、はい、もう一回私やっていい、高橋君なかなか旭化成の裏を描いてんのか何で最初近いんですかそのわざとやってるんだ、知らんかな あれ少し心拍数上がった、上がった、何か嘘をついているんですかいや今日この動画が撮り始めて一発目の動画で、しかもさっき朝礼とかやったばっかじゃないですか、うん、だんだん私のエンジンがかかってきてるかもしれない、かかってきましたか村井さんが温まってきたのか、だんだん温まってきた、だんだん温まってきた、これすげえよ、いやでもね、このアプリは本当にすごい、そのえ脈拍ごときで顔色が微弱に変化するってことですか、そうですね、そういうことじゃない、すごいよねそれ、旭化成の技術、うん、いや皆様ねぜひともねちょっとお試しいただきたい、試してほしい、概要欄に記事のリンクとかも入れておきますから、どうぞご覧くださいませ、ぜひ、あと実際にあの当たった当たらないとかね、うん、あると思うんですよ、そういうのもですねよろしければアップバンクの記事のコメント欄にコメントをお寄せくださいませ、そうですね、コメントを書いていただいた人の中から1名様ですね、次の日の記事で、昨日の MVP コメントはこちらの方だよって言って、プレゼントが当たります、結構豪華なプレゼントが当たります、プレゼントはい、どうぞ記事の方も合わせてご覧ください、はい、毎日17時にはアプリ以外にもアクセサリーも担当更新しておりますので合わせてご覧ください、本日のアプリはペースシンク、はい、ペースシンクでした、ぜひお試しください、お試しください、さよなら、さよなら、ご視聴ありがとうございました、毎日夕方5時の更新、今日のアプリ今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています、ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。